武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。かなさんが呆然としてらっしゃいます。いやいや、そんなことない。クリスマスですねってそういうご挨拶からスタジオ入ってきたんですが、はい、私のタイトルを聞いた瞬間おっさん、それかよお前の話題はクリスマスのっていう、はい、すいません。いえいえ、本当に季節柄誠に申し訳ないと思うんですけど、まあね、今年を振り返る意味でもうぼちぼち今年振り返ろうと思うんですけど、はい、そういう意味でやっぱりね、まあ中韓の問題はね、紅白出場歌手の顔ぶれを見ても、はい、ちょっとやっぱり日本人に何か異変が中韓に対して、中国と韓国に対するこの両国に対して感情的な何かがこうあったと言いますか、2012年というのはそういう年でありますもんですから、この話題をと、はい、誠に申し訳ございません。他の楽しいのはもうこの後散々ね、皆さんがおやりになりますんで、皆さんが、はい、人任せです。私はもう中間の問題で言ってみようかなと、はい、でこれはもう実はですね、皆さんもずっとね、今年の8月ぐらいからちょっと思うところあって、昔ね、こんなことあったのね。私の昔仲良くしてたシンガーの中ですごく中国に思い入れの深い人がいてね、その人が一杯飲んだ時に、年を取ったらその中国に住みたいみたいなことを言ってたのね。へへ、私はその人に向かってあえて絶対やめた方がいいって言ってたの。なんでですか？あのね、まあおじさん本好きだから、はい、ユングが晩年の本の中で人間はアイデンティティを年を取ったら変えてはいけないって書いてあった。だから年を取ったからものすごくどっかの国が気に入ってそこで晩年を過ごそうっていう人がいるけども、土がその人に復讐するっていうさ、ちょっと怖い言葉ですね。で、はい、日本は昨年の11年の3月から2度国土が揺れたと言ってもいいと思います。一つは地震で昨年大きくね、2011年3月、はい、大変な被害が東日本であったわけですけど、はい、本年の2012年の夏8月、中国で起こった反日暴動という、あれはやっぱり日本人として魂が揺れましたね、うん、それから、もう一つ韓国でありますがね、竹島問題であったわけで、この国境ですな、国境の島の問題で日本人というのはちょっと変わりましたね。変わりました？俺日本人変わったと思うよ。どういう風にですかね。なんていうのか、戦後英英と戦争のお詫びをしなければってそういう教育も受けたし、私ども戦後世代は、それがね、中韓に対していくらお詫びしても同じなんじゃないかっていう、はい、でこれはもうある評論家の方もおっしゃってましたけど、うん、中韓は日本を許す気はないですね、はい、ある方がおっしゃってましたが、被害を受けた国というのは200年忘れないんですって、うん、だから中国と韓国の恨みはもうズバリ言いますとあと140年続くんですよ、はい、もうそんな恨みを買っているんだというところから話をしないと、うん、その経済援助とかなんとか橋を作りますから難難をしますからってそんなこと言ったって許してもらえるわけがない。この中国と韓国からかけられた反日、武日、抗日、そういう日本に対する恨みそのものはあと140年続くということで、私たちは2012年からこの2カ国の恨みの耐え方を新しくやっぱ作り直さないと。で、そのやっぱり苦しみの中で本屋さんに武田さんは駆け込みまして、はい、いろんな本を探すんですけど、ちょっと目を引いたのは台湾の作家高文裕さんがお書きになった日本人はなぜ中国人韓国人とこれほど違うのかというこの本だったんですね、はい、高文裕さんの本はこれだけではありませんで、もう何冊も並んでるんです、うん、私が手にしましたのは徳間書店から出ているという本でありますけども、この方は日本と中国人韓国人の違いをもう面々と書いてあります。ただし言っておきますが、高さんの文章とはこのラジオでは申し上げにくいほど激しいものがありまして、はい、それは高さんは中国人と韓国人が大嫌いなんですね。うん、それちょっとね、
ラジオでそこまで言うと中国の人気の毒だよって、日本人の私が江さんの間に入りたくなるぐらいお嫌いなんですね。でも江さんはなぜそこまでお嫌いになったのかというのをね、ちょっと研究したくなりましてね。それでずっと読み続けて、それで江さんだけではもう皆さんか、あのあれですよね、あの一方的になりますんで、中国とか韓国の方に失礼になりますんで、この他にも様々な本を読みまして、なぜこれほど違うのかというのをちょっと短く語っていこうかなと、はい、でこのシリーズは続けますんで、はい、明日から始まります中韓への思いというので反論がございましたのでちょっとお聞きください。とにかく明日から始めてみますんで。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。今日も静かなクリスマスの、ね、日なんでございますが、あえてこういう過激なネタをご容赦くださいませ。はい、これは江文雄さんという台湾にお住まいの方がお書きになりました、本でありまして、なかなか中は過激でございます。でも言っときますが、この方のお書きになった本の中でこれが一番静かな本ですから、はい、で、この両国の態度を江さんはズバリ、中国に対しては大中華主義、うん、俺は一番偉いんだという、それから韓国に対しては売りなら、売りなら、全ては我が国から始まったという、うん、売りなら思想というらしいんですけど、はい、そういうその文化的傾向を持つという、まあ2012年今年8月からでありますが、日本はまあ大変東アジアにご迷惑をかけたということで、我々も徹底した平和教育を受けたんでありますが、両国の怒りはとどまるところを知りませんで、一挙に噴出したのが2012年ということだったというふうに、思います、はい、まあズバリ申しまして、戦後60年の友好の歴史は、架け橋はなんか根元から折れて憎悪がむき出しになった年、それが2012年本年ではなかろうかというふうに思います、うん、江さんは、とにかくこの両国に共通しているのは分日、日本を侮辱すること、反日、これは日本に反対するじゃなくて、あの恨むという、うん、反ですな、はいはい、それから勝日、どこに負けてもいいけど日本にさえ勝てばいいんだという、それからあとは抗日、このやっぱり徹底した日本を見下す、見下ろす、侮辱する、うん、それがこの両国の態度なんだという、江さんはこの本の中で、日本人に向ける、韓国人民の怨念の凄まじさを何度も説いてらっしゃいます。反、恨むという、この反の思想こそ韓国の実態なんだ。反、恨むということ、それをエネルギーに生きているのが韓国人であるという。私ども、日本人のことを韓国の別称、蔑んだ言い方で、ウエノンと言います。ウエノン、和の野郎、おー、すごい言い方ですね、はい、でこれはちょっとこれは司馬遼太郎さんもお書きになりまして、これはついこの間まで歴史的用語で、はい、日本人と呼ばずに歴史の師匠の中にも上飲むという、はい、この言葉を使いますと韓国の方も急に慌て始めます、うん、こう韓国の一回ホステスさんにね、どうせ俺たちは上飲むよって言ったらものすごく態度を変え、それ悪い言葉って言われて叱られたことがありましたから、うん、ね、ところがですね、皆さんご安心ください、これは我々は和の野郎ですけども、別称は韓国では全部あるそうです。え、全部っていうのは中国に対しては、うん、天のむ、天のむ、はい、どういう意味だ、漢字はですね、赤野郎って書きますね。あ、どっちにしてもこう蔑んで見下してる言い方なんですね、はいはい、どこに対しても、それから中国への別称は、テクノムでいいのかな、テクノム、うん、テククノム、うん、態度がでかい野郎というとかね、はあ、そういう意味合いが、韓国の人たちはこういう、こう国名の他にもこういう別称を全ての国に対して持っているというね、はい、韓国はもともと反の思想、怨念で動きますから、これは当然で、外に対して恨むんだったら内側に対しても恨みまして、うん、自国の権力者、あるいはセレブ芸能人、政治家、金満家、
そういう抜きん出たセレブ階級でも一旦落ち目になると反の思想で引きずり下ろすという、同じ国民でも、はい、ですから大統領でも大半の方が、はい、あまりこう良き、老後を送っていらっしゃらない、うん、力あるときは従うが力を失うと反で八つ裂きにする、これが韓国の人たちの本性であるという、うん、これは江さんがおっしゃっております、はい、私はそんなことは一切思ったこともありませんし、はいはい、これがまだいい方ですから、もっと過激なんです皆さん、これ以上って言ったら相当なことをおっしゃってるんですねきっとね、はい、それで、なんでこういうことになったのかというのを江さんがもう歴史遡ってもうルルと綴るんですよ、うん、ほとんど知らないんだ、つまり私たちは韓国ドラマで韓国を知ってるぐらいで、それ以外実は韓国のことあんまり知ってなかったということが逆に江さんから教えられるというね、はい、例えば朝鮮という呼び名がありますな、これはカナさん驚くながら私初めて聞きましたが、これは李成桂というね、これ李氏朝鮮の創始大祖、伝説のね、はい、この人が半島を統一した折中国に頼んでいただいた名前、明の皇帝に国名をつけてくださいとおねだりしていただいた、はい、それが朝鮮なんですな、うん、中国からもらった名前なんですね、そうですそうです、うん、ただこの明から名前をつけてもらったんですが、明が傾き始めると真っ先に明の人たちを殺しに行ったのも李氏朝鮮なんですよね、うん、この辺を江さんがほれ見ろというものすごい勢いで嫌ってらっしゃるんでございますけども、はい、ちょっとまあこの続きまたね明日も続けてみたいと思います、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし、おはようございます武田鉄矢です、おはようございます水谷香菜です、学校では教わらなかった朝鮮史、半島史、半島の歴史について、これは語ってらっしゃる方が台湾の作家さんで江文雄さんという方、この方はちょっとなんか韓国に対してはあまりいい思いをしてらっしゃらないようで、もう一冊丸ごと馬頭に次ぐ馬頭という、うん、韓国の方がお気の毒なぐらい、江さんは台湾人っていらっしゃるんですよね、まあ、中国の方、中国ですよね、なんかやっぱちょっとその辺だから東アジア史を勉強し直そう俺たちは、はい、もう本当知らないんだ、とにかく今日話す話は台湾の江文雄さんから見た韓国の話でありますね、江、うん、さんはその韓国朝鮮半島に対しては時代主義、絶えず中華中原に起こる勢力に敏感に反応し、中国皇帝にその気に入られるために必死になって生き延びたという、でそういう歴史的遺物がいっぱいあるそうで、四雲門、芸音門という、これは中国の皇帝がやってきた時にくぐる門がちゃんとあって、うん、で、はい、その使節団がやってくるた時、やってきた時のための、ホテルが、モファガン、これは蚊を慕う館って書くという、うん、こういうふうにして儒教精神にのっとって礼を尽くすんですね、ところがその名付け親の民そのものの力が弱くなり、北方から女真族、満蒙八旗が、中国にわーっと攻め入って今度は秦を作ろうとした時、その朝鮮軍はすぐに呼応してもう秦軍の先頭に立って、あ、ごめんなさい、満蒙八旗その攻め入る女真族の先頭に立って民の人たちを虐殺したとまで書いてありますね江さんは、うん、そして今度出来上がった秦の大僧に向かって急行参拝、頭を9回床に叩きつけるがごとく拝み、3度拝み倒して礼を尽くし、その民から私たちを助けてくれたと秦の皇帝にすがりついたという、そして、朝鮮韓国に残ってるらしいですが大秦皇帝功徳碑っていう記念碑を建てて、はい、韓国とか半島の人の面白さは火立てるんですね、なんかあるごとに、うん、でだからこの時は秦の皇帝にお世話になりましたっつって大きい石碑を建ててるんですが、これ今もあるらしいですけど、はい、今はね屈辱碑って読むんですって、いや
読み方が変わっちゃうんですか。変わっちゃったんです。前はね、大秦皇帝屈辱妃だったんですが、今は屈辱妃っていうね、その秦に抑え込まれて二回目に合わされたっていう。すごい、その手のひらの返し方がすごいですね。綺麗ですよね。そうですね。なんか、まあ、やっぱりだから半島で生き抜くための知恵ですよ。うん、もうくる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 変わってないといけない。私は美しいと思うんですが、甲さんはもう何だそのやり方と言って、うん、はっきり言って軽蔑してらっしゃるんですね。ただここで面白いのは、韓国のあっちこっちにこういう記念碑がいっぱい立ってるってことですよ。うん、あの韓国というのは恨みを忘れないために記念碑を建てる文化を持つんですよ。うん、だから、はい、あの日本大使館の前には慰安婦の像を建てるというね。うん、うん、あのそういうその反を忘れない、憎しみを忘れないために記念碑をという、だからいっぱいあるみたいですから、はい、それを訪ねて歩くだけでもなかなかいい勉強になると思いますよね。この江さんは逆にね、韓国から受けた屈辱を忘れない台湾人なんですね。でこれは1992年中韓国交樹立した時なんですが、キム・ヨンさん第14代大統領なんですが、中国と国交が樹立した瞬間に韓国は台湾いじめを始めるんですね。うん、とにかく弱者に対して徹底していじめる、でその弱みを責めること、それが外交の最大の手段だと思っていると。はい、うん、それから、台湾を罵る時も国連を追われた哀れな国ってなんか言っちゃったらしいですね。この時の、あの政府の偉い方がね、台湾の方やっぱりそれはやっぱり恨んじゃいますけど、まあね、手のひら返しはね、もうやっぱり外交戦術としては当然でありますから、だからやっぱりパッと手のひら、中国と手を結んだ瞬間にその台湾の悪口をバッと言うとかっていうのは、もう手のひらを返すっていうのはやっぱり外交の手段ではあるんですけども、それから江さんはこんなことも言ってらっしゃいますが、サッカーのワールドカップを覚えてる？はい、あの時の対ドイツ戦でね、対ドイツ戦、うん、はい、プラカードが上がってドイツの選手たちがもう血相変えたらしいんですけども、ヒトラーの息子は帰れっていうプラカードがバーッと立ったらしいんですよね。え、それはそのサポーターというか応援の席、韓国のサポーターが韓国が勝つように。うわ、それってちょっとやっぱ顔色が変わったみたい。でもその弱みがあったら徹底して攻めるっていうのは韓国の人たちのね、あれですよね。でやっぱり勝つためには何でもやるというね、これあの FIFA ランキングにあるんですけど、過去100年間ワールドカップにおける重大誤審というのがあるんですけど、はい、誤審、ね、それが記録してあるんですが、はい、その重大誤審のうちの4つが2002年の韓国戦であったらしいんで、それはやっぱりすごいですよね。偉い、何が偉いかよく分かりませんが、この続きまた明日のあなたの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。江さんのその韓国の歴史を紹介する文章をね、相当これでも角を取ってるんでありますが、江さんの文章は実に過激でありまして、もうほとんど罵倒のようなものの見方をなさっている方って、全文は紹介しておりません。もうね、韓国の方聞いてらしたら気悪くなさるだろうと思って、江さんの本はなんかね、4冊も5冊も並んでるんですよね。同じような本なんですか？そうです、タイトルはもっときつくなりますんで、もうラジオでは言えません。でも全部中国、韓国に対する、そうです、もう恨みと罵りと、そういう感じでありますね。それから歴史に関しても相当深くこの人は書いてらっしゃるんですね。それがね、我々が教えられたのと違うんですよ。私がね、問題にしたいのは、江さんの文章は あまりにもこう激しいのでね、ただ江さんが言う韓国の歴史と私どもが教わった韓国の歴史が違うもんですから、その岩を問題にしてると思ってくださいね。はい、韓国お好きな方たくさんいらっしゃると思うし、年を取ったら韓国に住みたいなんて方もいらっしゃるかもしれませんから、この江さんのおっしゃってる中でと思うんですけども、韓国にはもう日本は大変迷惑をかけておりまして、これは
日韓併合ということで韓国を帝国の一部として吸収してしまう。でこれがもう韓国の人たちの反ですね、日本を恨む原動力になっている。はい、でまず韓国の方が最も憎む日本人は伊藤博文でありまして、この人は日韓併合した人なんですね。はい、2番目に嫌いなのが豊臣秀吉なんですな。うん、3番目が加藤清正、これが嫌われる日本の3ビッグネームなんです。はい、でこの伊藤博文に関する理解がですね違うんですな。その朝鮮半島を日本国を守るために併合したという、それで、彼は暗殺されるんです。安潤根という青年に暗殺されるんですよ。でそれはもう、はい、安潤根は英雄ですから。ところがですね、この江さんはね、こんな資料あるのかな、伊藤博文が日韓併合に最後まで反対し続けたって言うんですよ。ほう、韓国を日本に取り入れることは百害あって一利なしと最後まで反対し続けた。ところが、この韓国の中に日本と力を合わせたいという政治団体があったって言うんですよ。うん、そんなの聞いたこともない。はい、俺は無理やりやったとしか思ってないんですが、名前はね、インワニオンでいいのかな。政治家の方でですね、はい、でこの方がこう日本と力を合わせて守ろうと、韓国を朝鮮半島ということで併合に賛成したという政治家がいるんだと、うん、この江さん曰くでありますけど、うん、日本からじゃないってことですね。そうなんですよ、江さんがおっしゃるには。そうなんです、このままではもう朝鮮半島はもう遅れるばっかりだったんで、アジアのものすごい勢いで上ってきた明治の、うん、日本に力を合わせようという、字はですね、リですよね、リに完結編の漢と用いると書きます。だから、うん、韓国読みでどうなるのか分かりませんが、我々読みではリー・カンヨンさんという、うん、この方が合同一新会大韓帝国総理という政治家なんでありますが、こういう人がいたにもかかわらず、まるで一方的に侵略されたように反ばっかり言ってるじゃないか。はい、でしかもこの人、やっぱお気の毒だなと思うんですが、こう カンヨンさんの子孫の方いらっしゃるんですよ。この人ね、2004年のね、ノムヒョン大統領が作った法律で財産没収されてるんですよ、子孫の方は。え、なんで？親日反民族行為特別法っていう法律ができまして、戦前2004年でも戦争中に日本人に協力したやつは反民族だって言うんで、はい、財産没収の刑を受けてるんです。2004年ですよ、つい最近じゃないですか。ノムヒョン大統領がやるんですよ。へ、だからその韓国の人の反の思想がすごいですね。江さんの韓国に対するその憎悪といいますのはまだ続きます。これはもうとうとう慰安婦問題まで及ぶんですけど、江さんそうおっしゃらずとこちら側の止めに入りたくなるんでありますが、ただ韓国の人たちの中に日本人を許す気はさらさらないと私はね前から思ってたんだけど、はい、なんで韓国の人あるいは朝鮮半島朝鮮民族は日本人を許さないのか、これねものすごく短く言ってしまうとね、日本を許してしまうと韓国ではなくなるんだよ。それをエネルギーとしてる、エネルギーとしてるんですよ。だからやっぱそこを我々は見つめなきゃいけないんじゃないのかというのが、はい、まあ今週言えることなんですけどもね、はい、こっからね変わった話に行きますんで、あ、はお付き合いくださいね。わかりました。明日ちょっと明日まで皆さん、お付き合いくださいませ。それからいろいろ批判、はい、非難のおはがきは受け付けたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。というわけで今週は台湾の作家でございます。江文雄さん、日本人はなぜ中国人、韓国人とこれほど違うのかという、この本を3枚にということだったんですが、もう香菜さん見てこれ。はい。こんだけ調べてきたんですが。びっしりと何枚も。はい、もう半分も使いませんでした。はい。やっぱりかなり激しい言葉なもんですから、言葉にすると、やっぱ韓国や中国の方がね、それは違うという思いもあるでしょうから、うん、ただ、中韓の方には申し訳ないんですが、このね、江さんの本が困ったことにね、売れてるみたいなんですよ。へぇー。うん。この売れてるという事実を前にして、私はだから日本人はどうのじゃないんです。江さんはなぜこんなに韓国と中国がお嫌いなのかという、うん、そこまですごいんですよこの方の、うんうん、私が一つ学んだのは江さんの韓国に対する、まずは韓国に対する憎悪の凄まじさですけども、でも江さんのおっしゃってることは日本の教科書には全く載ってない韓国の歴史であります。それから韓国の新聞なんかにも登場しない歴史解釈が江さんの本の中にはあるわけであります、はい、この台湾から韓国人に対する指摘というのは、ちょっと私がもし考えるとすればね、韓国に対して見ているつもりでも見せられているかもしれないというポジションでもう一度見つめてみるということも大事なのではないかな。我々はやっぱり絶えず見ているつもりでも見せられているというのが、うん、反日デモでもそうですけども、まあ寿司屋のガラス窓が割られたり、日本の名前を冠した日系の企業の、スーパーから物が奪われたり、本当に申し訳ないめ怒りにやっぱり日本人として駆られるんでありますね、はい、ただそれだけではダメで、なんかこう中韓に対するものの見方っていうのを、この台湾を挟んで考えてみるのもまた別の見方ではないかなとも思うんであります、うん、そこで今まで私どもが手持ちで持っている中国の見方、韓国の見方を一瞬離れて、とんでもない人に見方を教えてもらう、その見方を教えてくれる人に私が選んだのがフランス構造主義、レヴィナス。いきなりな感じがしますけれども。これね、前からずーっと勉強してたのは内田達さんの勉強。内田達研究っていう大学ノートがもうできてるんですね。うんうん、でね、この内田さんの考え方がどうしてできるのかっていうと、内田さんはこのレヴィナスっていう人から学んだからなんだよね。うん、だから、レヴィナスのものの見方っていうのを韓国を見るときに使ってみようと。はい。つまり、やっぱりね、なんていうのかな、今までの手持ちの見方ではない新しい見方を2012年今年から始めなければならないのではないかな。それでレヴィナスを通して韓国を見る、あるいは中国を見るというのをこれからやっていこうと。はい、ね、皆さんここで終わりませんので、江さんの悪口だけ一方的にラジオ電波使って喋ったわけではありませんので、うん、江さんの考え方も含めまして、全く違う韓国の見方ができないか、全く違う中国の見方ができないかというのを、来年の私の自分のコツコツのお勉強にしたいなと。はい。じゃあレヴィナスの言葉少し皆さんにご紹介しましょうか、うん、レヴィナスは構造主義でこんなことを言っています。否定するのではなく、物事を考えるとき括弧に入れるという方法を取ったらどうだろう。括弧に入れられたものは依然としてそこにありありと厳然しているのではあるが、にもかかわらずその有効性を懐疑されているのである。世界を経験しつつ、経験の仕方そのものを反省しよう。括弧、うん、いい言葉だと思うか、はあ、こういうものの考え方面白いね。その次、レヴィナスはこんなことを言っています。はい。私がある対象を注視、じっと見つめているとき、その対象を図として私の眼前に前景化させている知の部分、非主観的な地平は差し当たり私の視野には入ってこない。無反省的な知覚の固有のそのような不能の様態をレヴィナスは舞台、演出という卓抜な比喩を示している。すごい分かりにくかったんですけれども、はい、もう一番最後の方だけ、レヴィナスは物事を見るときに舞台と演出があるぞと。うん、はい。
メディアが伝えている舞台、うん、そこが舞台である限り演出家がいるんだっていう。何をこっちに伝えようとしているかを学ぼう。ああ、なるほど。これいい言葉だろ。わかります。さらにレヴィナスは言います。知性。ね、人間の知恵の力。知性とは、私は〇〇を知っているという知的達成の累積ではなく、私は何々について不十分にしか知らないという不能の誤報を通じて錬磨される。うん、たまんないですね、この言葉。知らないことを前提にして知ろうと努力しよう。これちょっといいと思わない？はい。レヴィナスは言っております。哲学者、あるいは物を考える人は永遠に初心者であってくださいっていう。ね。もう知ったかぶりはやめよう。というかもうズバリ言うと、もう自分で勉強しよう、こうなったら。我々が。ね。はい。この続きまた来週のまなたの間で。はい、なんて方もいらっしゃるかもしれませんから。はい。このコウさんのおっしゃってる中で、えっと思うんですけども、韓国にはもう日本は大変迷惑をかけておりまして、これは日韓併合ということで韓国をあの帝国の一部として吸収してしまう。でこれがもう韓国の人たちの反ですね、日本を恨む原動力になっている。はい。でまず韓国の方が最も憎む日本人は伊藤博文でありまして、この人、うん、とは日韓併合した人なんですね、はい、2番目に嫌いなのが豊臣秀吉なんですな、うん、3番目が加藤清正、これが嫌われる日本の3ビッグネームなんです、はい、でこの伊藤博文に関する理解がですね、あの違うんですな、その朝鮮半島を日本国を守るために併合したという、それで、まあ、彼は暗殺されるんです。安順根という青年に暗殺されるんですよ。でそれはもう、はい、安住君は英雄ですから。ところがですね、この高さんはね、こんな資料あるのかな、伊藤博文が日韓併合に最後まで反対し続けたって言うんですよ。ほう。韓国を日本に取り入れることは百害あって一利なしと最後まで反対し続けた。ところが、この韓国の中に日本と力を合わせたいという政治団体があったって言うんですよ、うん、そんなの聞いたこともない、はい、俺は無理やりやったとしか思ってないんですが、名前はね、イン・ワニヨンでいいのかな、あの政治家の方でですね、はい、でこの方がこう日本と力を合わせて守ろうと、韓国を、朝鮮半島ということで併合に賛成したという政治家がいるんだと、うん、この高さん曰くでありますけど、うん、日本からじゃないってことですね。そうなんですよ、高さんがおっしゃるには。そうなんです、このままではもう朝鮮半島はもう遅れるばっかりだったんで、アジアのものすごい勢いで上ってきた明治の、うん、日本に力を合わせようという、字はですね、リですよね、リに完結編の漢と用いると書きます。だから、うん、韓国読みでどうなるのか分かりませんが、我々読みではリー・カンヨンさんという、うん、この方が合同一新会大韓帝国総理という政治家なんでありますが、こういう人がいたにもかかわらず、まるで一方的に侵略されたように反ばっかり言ってるじゃないか、はい、でしかもこの人やっぱお気の毒だなと思うんですが、こう カンヨンさんの今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。学校では教わらなかった朝鮮史、半島史、半島の歴史について、これは語ってらっしゃる方が台湾の作家さんで、コウ・ブンユさんという方、この方はちょっとなんか韓国に対してはあまりいい思いをしてらっしゃらないようで、もう一冊丸ごと馬頭に次ぐ馬頭という、韓国の方がお気の毒なぐらい。コウさんは台湾人っていらっしゃるんですよね、まあ、中国の方、中国ですよね、まあ、なんかやっぱりちょっとその辺だから、東アジア史を勉強し直そう俺たちは、はい、もう本当知らないんだ。とにかく今日話す話は
台湾の江文雄さんから見た韓国の話でありますね。江さんはその韓国、朝鮮半島に対しては時代主義、絶えず中華中原に起こる勢力に敏感に反応し、中国皇帝にその気に入られるために必死になって生き延びたという。で、そういう歴史的遺物がいっぱいあるそうで、四雲門、芸音門という、これは中国の皇帝がやってきた時にくぐる門がちゃんとあって、うん、で、はい、その使節団がやってくるやってきた時のための、ホテルが、モファガン、これは蚊を慕う館って書くという、うん、こういうふうにして儒教精神にのっとって礼を尽くすんですね。ところがその名付け親の民そのものの力が弱くなり、北方から女真族、満蒙八旗が、中国にわーっと攻め入って、今度は秦を作ろうとした時、その朝鮮軍はすぐに呼応して、もう秦軍の先頭に立って、満蒙八旗、その攻め入る女真族の先頭に立って民の人たちを虐殺したとまで書いてありますね、江さんは。そして今度出来上がった秦の大層に向かって急行参拝、頭を9回床に叩きつけるがごとく拝み、3度拝み倒して礼を尽くし、その民から私たちを助けてくれたと秦の皇帝にすがりついたという。そして、朝鮮、韓国に残ってるらしいですが、大秦皇帝功徳碑っていう記念碑を建てて、はい、韓国とか半島の人の面白さは碑建てるんですね、なんかあることに、うん、で、だからこの時は秦の皇帝にお世話になりましたっつって大きい石碑を建ててるんですが、これ今もあるらしいですけど、はい、今はね、屈辱碑って読むんですって。読み方が変わっちゃうんですか。変わっちゃったんです。前はね、大秦皇帝功徳碑だったんですが、今は屈辱碑っていうね、その秦に抑え、政治家の方でですね、はい、で、この方が日本と力を合わせて守ろうと、韓国を、朝鮮半島ということで併合に賛成したという政治家がいるんだと、うん、この江さん曰くでありますけど、うん、日本からじゃないってことですね。そうなんですよ、江さんがおっしゃるには。そうなんです。このままではもう朝鮮半島はもう遅れるばっかりだったんで、アジアのものすごい勢いで上ってきた明治の、うん、日本に力を合わせようという、字はですね、理ですよね。理に完結編の漢と用いると書きます。だから、うん、韓国読みでどうなるのか分かりませんが、我々読みではリー・カンヨンさんという、うん、この方が合同一新会大韓帝国総理という政治家なんでありますが、こういう人が いたにもかかわらず、まるで一方的に侵略されたように反ばっかり言ってるじゃないか、はい、で、しかもこの人やっぱお気の毒だなと思うんですが、こう いカンヨンさん の子孫の方いらっしゃるんですよ、この人ね、2004年のね、ノムヒョン大統領が作った法律で財産没収されてるんですよ、子孫の方は。なんで？親日反民族行為特別法っていう法律ができまして、戦前2004年でも戦争中に日本人に協力したやつは反民族だっていうんで、はい、財産没収の刑を受けてるんです。2004年ですよ。つい最近じゃないですか。ノムヒョン大統領がやるんですよ。へ、だからその韓国の人の反の思想がすごいですね。江さんの韓国に対するその憎悪といいますのはまだ続きます。これはもうとうとう慰安婦問題まで、ね、及ぶんですけど、江さんそうおっしゃらずとこっち側から止めに入りたくなるんでありますが、ただ韓国の人たちの中に日本人を許す気はさらさらないと私はね前から思ってたんだけど、はい、なんで韓国の人あるいは朝鮮半島朝鮮民族は日本人を許さないのか、これねものすごく短く言ってしまうとね、日本を許してしまうと韓国ではなくなるんだよ。それをエネルギーとしてる、エネルギーとしてるんですよ。だからやっぱそこを我々は見つめなきゃいけないんじゃないのかというのが、はい、まあ今週言えることなんですけどもね、はい、こっからね変わった話に行きますんで、あ、はい、
お付き合いくださいね。わかりました。明日ちょっと明日まで皆さん、お付き合いくださいませ。それからいろいろ批判非難のおはがきは受け付けたいというふうに思います。この進み方、明日のこの台湾を挟んで考えてみるのもまた別の見方ではないかなとも思うんであります、うん、そこで今まで私どもが手持ちで持っている中国の見方、韓国の見方を一瞬離れて、とんでもない人に見方を教えてもらう。その見方を教えてくれる人に私が選んだのがフランス構造主義レヴィナス。いきなりな感じがしますけれども、これね、前からずっと勉強してたのは内田達さんの勉強、内田達研究っていう大学ノートがもうできてるんですね、うんうん、でね、この内田さんの考え方がどうしてできるのかっていうと、内田さんはこのレヴィナスっていう人から学んだからなんだよね、うん、だからレヴィナスのものの見方っていうのを韓国を見るときに使ってみようと、はい、つまりやっぱりね、なんていうのかな、今までの手持ちの見方ではない新しい見方を2012年今年から始めなければならないのではないかな。それでレヴィナスを通して韓国を見る、あるいは中国を見るというのをこれからやっていこうと、はい、ね、皆さんここで終わりませんので、コウさんの悪口だけ一方的にラジオ電波使って喋ったわけではありませんので、コウさんの考え方も含めまして、全く違う韓国の見方ができないか、全く違う中国の見方ができないかというのを来年の私の自分のコツコツのお勉強にしたいなと、はい、じゃあレヴィナスの言葉少し皆さんにご紹介しましょうか、うん、レヴィナスは構造主義でこんなことを言っています。否定するのではなく物事を考えるとき括弧に入れるという方法を取ったらどうだろう。括弧に入れられたものは依然としてそこにありありと厳然しているのではあるが、にもかかわらずその有効性を懐疑されているのである。世界を経験しつつ経験の仕方そのものを反省しよう。括弧、うん、いい言葉だと思わないか、はあ、こういうものの考え方面白いね。その次、レヴィナスはこんなことを言っています。はい、私がある対象を注視じっと見つめているとき、その対象を図として私の眼前に前景化させている知の部分、非主観的な地平は差し当たり私の視野には入ってこない。無反省的な知覚の固有のそのような不能の様態をレヴィナスは舞台演出という卓抜な比喩を示している。すごい分かりにくかったんですけれども、はい、もう一番最後の方だけ、レヴィナスは物事を見るときに舞台と演出があるぞと、はい、メディアが伝えている舞台、うん、そこが舞台である限り演出家がいるんだっていう。何をこっちに伝えようとして、日本大使館の前には慰安婦の像を建てるというね、うん、そういうその反を忘れない、憎しみを忘れないために記念碑をという、だからいっぱいあるみたいですから、はい、それを訪ねて歩くだけでもなかなかいい勉強になると思いますよね。この高さんは逆にね、韓国から受けた屈辱を忘れない台湾人なんですね。で、これは1992年中韓国交樹立した時なんですが、キム・ヨンサン第14代大統領なんですが、中国と国交が樹立した瞬間に韓国は台湾いじめを始めるんですね。うん、とにかく弱者に対して徹底していじめる。で、その弱みを攻めること、それが外交の最大の手段だと思っていると。はい。うん。それから、台湾を罵るときも、国連を追われた哀れな国って、なんか言っちゃったらしいですね。この時の、政府の偉い方がね、台湾の方やっぱり、それはやっぱり恨んじゃいますけど、まあね、手のひら返しはね、うん、もう、やっぱり、外交戦術としては当然でありますから、だからやっぱりパッと手のひら、中国と手を結んだ瞬間にその台湾の悪口をバッと言うとかっていうのは、うん、もう手のひらを返すっていうのはやっぱり外交の手段ではあるんですけども、それから江さんはこんなことも言ってらっしゃいますが、サッカーのワールドカップ覚えてる？はい。あの時の対ドイツ戦でね、対ドイツ戦、うん、はい、プラカードが上がってドイツの選手たちがもう血相を変えたらしいんですけども、一
トラーの息子は帰れっていうプラカードがバーッと立ったらしいんですよね。え、それはそのサポーターというか応援の席、韓国のサポーターが韓国が勝つように、うわ、それってちょっとやっぱ顔色が変わったみたい。でもその弱みがあったら徹底して攻めるっていうのは韓国の人たちのね、あれですよね。でやっぱり勝つためには何でもやるというね、これあの FIFA ランキングにあるんですけど、過去100年間ワールドカップにおける重大誤審というのがあるんですけど、誤審、それが記録してあるんですが、その重大誤審のうちの4つが2002年の韓国戦であったらしいんで、それはやっぱりすごいですよね。偉い、何が偉いかよく分かりませんが、この続きまた明日のあなたの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。高さんのその韓国の歴史を紹介する文章をね、相当これでも角を取ってるんでありますが、高さんの文章は実に過激でありまして、もうほとんど罵倒のような、ものすごく短く言ってしまうとね、日本を許してしまうと韓国ではなくなるんだよ。それをエネルギーとしてる、エネルギーとしてるんですよ。だからやっぱそこを我々は見つめなきゃいけないんじゃないのかというのが、まあ今週言えることなんですけどもね、こっからね変わった話に行きますんで、お付き合いくださいね。分かりました。明日ちょっと明日まで皆さん、お付き合いくださいませ。それからいろいろ批判、非難のおはがきは受け付けたいというふうに思います。この続き方明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。というわけで今週は台湾の作家でございます、高文雄さん、日本人はなぜ中国人韓国人とこれほど違うのかという、この本を3枚にということだったんですが、もう香菜さん見てこれ、はい、こんだけ調べてきたんですが、びっしりと何枚も、もう半分も使えませんでした、はい、やっぱりあのかなり激しい言葉なもんですから、言葉にするとやっぱ韓国や中国の方がね、あのそれは違うという思いもあるでしょうから、ただ中韓の方には申し訳ないんですが、このね高さんの本が困ったことにね売れてるみたいなんですよ。この売れてるという事実を前にして、私はだからあの日本人はどうのじゃないんです、高さんはなぜこんなに韓国と中国がお嫌いなのかという、そこまですごいんですよこの方の、私が一つ学んだのは高さんの韓国に対する、まずは韓国に対する憎悪の凄まじさですけども、でも高さんのおっしゃってることは日本の教科書には全く載ってない韓国の歴史であります。それから韓国の新聞なんかにも登場しない歴史解釈が高さんの本の中にはあるわけであります、はい、この台湾から韓国人に対する指摘というのは、ちょっと私がもし考えるとすればね、韓国に対して見ているつもりでも見せられているかもしれないというポジションで、もう一度見つめてみるということも大事なのではないかな。我々はやっぱり絶えず見ているつもりでも見せられているというのが、反日デモでもそうですけども、まあ寿司屋のガラス窓が割られたり、日本の名前を冠した日系の企業の、スーパーから物が奪われたり、本当に申し訳ないめ怒りにやっぱり日本人として駆られるんでありますね、はい、ただそれだけではダメで、なんかこう中韓に対するものの見方っていうのを、この台湾を挟んで考えてみるのもまた別の見方ではないかなとも思うんであります、そこで妹手に国名をつけてくださいとおねだりしていただいた、はい、それが朝鮮なんですな、中国からもらった名前なんですね。そうですそうです、ただこの民から名前をつけてもらったんですが、民が傾き始めると真っ先に民の人たちを殺しに行ったのも李氏朝鮮なんですよね、この辺を高さんがほれ見ろというものすごい勢いで嫌ってらっしゃるんでございますけども、はい、ちょっとまあこの続きまたね明日も続けてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。
学校では教わらなかった朝鮮史、半島史、半島の歴史について、これは語ってらっしゃる方が台湾の作家さんで、高文裕さんという方、この方はちょっとなんか韓国に対してはあまりいい思いをしてらっしゃらないあのようで、もう一冊丸ごと罵倒に次ぐ罵倒という、韓国の方がお気の毒なぐらい。コウさんは台湾人っていらっしゃるんですよね、まあ、中国の方、中国ですよね、なんかやっぱちょっとその辺だから、あの東アジア史を勉強し直そう俺たちは、はい、もう本当知らないんだ。とにかく今日話す話は台湾の高文裕さんから見た韓国の話でありますね。高さんはその韓国、あ、朝鮮半島に対しては時代主義、絶えず中華中原に起こる勢力に敏感に反応し、中国皇帝にその気に入られるために必死になって生き延びたという。で、そういう歴史的遺物がいっぱいあるそうで、四雲門、下四門という、これはあの、中国の皇帝がやってきた時にくぐる門がちゃんとあって、うん、で、はい、その使節団がやってくるた時、やってきた時のための、ホテルが、モファガン、これは蚊を慕う館って書くという、うん、こういうふうにして儒教精神にのっとって礼を尽くすんですね。ところがその名付け親の民そのものの力が弱くなり、北方から女真族、満門八旗が、中国にわーっと攻め入って、今度は秦を作ろうとした時、その朝鮮軍はすぐに呼応して、もう秦軍の先頭に立って、あ、ごめんなさい、満門八旗、その攻め入る女真族の先頭に立って、民の人たちを虐殺したとまで書いてありますね、高さんは。そして、今度出来上がった秦の大層に向かって、急行参拝。頭を9回床に叩きつけるがごとく拝み、3度拝み倒して礼を尽くし、その民から私たちを助けてくれたと。